幕末明治の人気支持ランキングを行えば1位は容易に想像できます坂本龍馬でしょう2位以下に圧倒的な差をつけぶっちぎり1位でしょうそれだけ日本人の中では英雄イコール坂本龍馬のイメージが強いわけですそんな有名な坂本龍馬ですが戦前まではそれほど知れ渡った存在ではありませんでした 坂本龍馬を国民的英雄に仕立て上げたのは作家の司馬龍太郎によるものです司馬龍太郎の長編大作龍馬が行くによって坂本龍馬は一躍ヒーローになったのでした龍馬が行くの坂本龍馬は事実と異なる点をいくつか指摘されていますが司馬龍太郎は小説家です小説家は読者をいかに面白く読ませるかがなりわいです 芝良太郎によってヒーローに祭り上げられた人物が他にもいます。土方歳三です。芝良太郎の萌えを剣により土方歳三は歴史上の英雄となりました。それ以前は新選組副長の土方歳三は局長の近藤勇の脇役にしかすぎませんでした。それが今では幕末明治の志士人気ランキングを行えば、 近藤勇の上を行き上位に必ず名をつなれるでしょうそしてその人気の理由は必ずイケメンジャンヌ・ダルクといえば言わずと知れたフランスの国民的ヒロイン世界的に知名度抜群で日本人でもジャンヌ・ダルクを知らないと言ったら教養を疑われるでしょうしかしそんな世界的有名人のジャンヌ・ダルクですが もともとフランスでそんなに有名ではありませんでしたジャンヌ・ダルクを有名にしたのはナポレオンナポレオンはフランスのナショナリズムの高用のためそれまで歴史の中で埋もれた存在だったジャンヌ・ダルクに目をつけ利用したのでしたフランスの国威高揚のためジャンヌ・ダルクをシンブルとして使ったのですフランスの団結を求めたこと若き乙女だったこと 悲劇的な最後だったことジャンヌ・ダルクのこれらの要素がネポレオンにとって格好のプロパガンダとなったのですちなみに坂本龍馬はナポレオンに強い憧れを持っていたと言われていますそれが本当かどうかは本人に聞いてみなければ分かりません